イメラジオ第5870回今日は令和6年1月6日土曜日です時刻は午前10時横浜港北穏やかな冬の朝広がりましたセンター北の観覧車ゴンドラがあるんですがこの午前10時ぐらいからそれぞれのゴンドラがキラキラ 輝き始めますね。冬だけ、こんな景色が見られます。今日は少し霞がかかっているので、丹沢の稜線、その向こうの富士もぼんやり。としか見えませんね。リスナーの皆さん、穏やかな冬の朝、いかがお過ごしでしょうか。私はエメラジオです。さて、五千八百七十回目、今回は、一紙の辺の黒幕は。 こんなタイトルでお話ししましょう。「一子の変と」と私は小学校や中学校では習わなかったんですけど「大化の改新」というふうに645年習ったんですがけれど最近は「一子の変」が645年に起きてその後の「 反転受とか蘇葉町とか戸籍とか高後年尺ですねああいうものは646年翌年からの大化の改新で実行されていった今はそんなふうになっているようです。一子ののが大化の改新はからでその一子これはまあえとですよね。 その年の干支一子で中野江の王子と中富の鎌足が蘇我のイルカを皇玉天皇の面前で皇玉天皇は女性ですよで皇玉天皇は中野江の王子のお母さんですの面前で惨殺したというとんでもない話なんですよこれって。 でこれを正当化するためにその後の「日本書紀」等では蘇我の一族が悪役として描かれることになりました確かに蘇我はこの一子の変が起きる前は非常にあの応募をやっていたのは間違いないが仏教を取り入れる 海外からの技術革新を受け入れる、日本を強い国にするこの積極政策において蘇我氏が果たした役割は計り知れません。実際少し前の水湖水湖町の時にはこの水湖梅戸農事蘇我の馬子というこの二人三脚で三人四脚かえっと三人だったら足何本になるんだろうまあいいや。 その3人がねがっちり組んで日本の国力強化そして文化の奨励を推し進めただから蘇我氏はすごいと私は思ってるんですけどねなんか悪役なんですよ今も。それはこの一志の変において中野江の王子後の天智天皇ですと中富の鎌足のこの惨殺した彼らが。 曽我のいるイルカを、これを正当化するために、曽我が悪逆非道みたいに描かれてきたわけですね、今まで。この時、中野の字はまだ若く、で中富の鎌足りもやはり若く、まあ、彼らがその若い正義感に燃えて、横暴、圧政の曽我のイルカを倒した、 こんなイメージで語られてきたわけですがこれ一体中野江の王子と中富の鎌足り2人の凶暴なのかと彼らが仕組んだのか中富の鎌足りはかなり積極的に計画段階から関わっていたでしょう。 この計画イルカを皇玉天皇の面前で倒すという計画を立てたのは中富の鎌足りと言っていい中野江の王子はまだそこまでの力がなかった若くてねがこの二人だけでは無理ですもう一人曽我からあの海外からの使いのものが この時皇玉天皇の前に来ていて高九白木羅百済からのこの3つの国からの使者が来ていて皇玉天皇のところへそしてその使いの者と会うこの儀式の時に曽我のイルカも大臣としていなきゃいけないから来たとそこで口上を述べる 蘇我の一族これはあのイルカたち直系ではなかったんですけどあの石川丸呂って人ですよねあの人がいろいろ口上を述べるこの時にイルカをやっつけようというそういう計画だった中富の鎌足と中野江の王子が あともう二人あともう2人,う2人その2人が出ていってイルカを倒すそして中富の鎌足りと中野江の王子がやはり出て行ってとどめさすみたいなそういう計画だったらしいんだけどあの残りの2人がビビってですね出てこないさっきの蘇我の一族の石川丸って人も 工場を読み上げることができずにブブルブル震え出してるでイルカが「何やってんだその工場は」というふうにこの時に中野家の王子たちがもうダメだということで自分たちで首をはねた皇玉天皇はそれを見て奥へと立ち去った、まあ、こう書かれてあるわけですよね。 でイルカはその首をはねられる前に皇極天皇に対して私がどんな罪をしたというんですかと聞いたとかここからわかるようにこれ皇極天皇はこの計画を知らされていたそしてこのあと皇極天皇の弟さんにカルノミコっていたんですがこのカルノミコが皇徳天皇として 即位しますねまだ中野家の王じゃ無理なんですよ即位は若すぎてで。今回のテーマ「一子の変の黒幕は」はこの光玉そして後の光徳この2人の天皇つまり姉弟のこのラインでこれは再下された認められたんじゃないか私はそのように考えています。 中野家の王子は何度も言いますが若すぎてこういう大胆なことを実行できるそういう立場にない中富の鎌谷はそもそもの首謀者と思われますが彼にしたところでその時の天皇皇玉天皇の了承なしにこんなことできるわけないでもしやっちゃったら了解なしにねこれはもう天皇への大きな侮辱で ですからただで済まないわけですよところがただで住んでるどころかこのあと中野江の王子そして中富の鎌あたりは出世していくわけですね皇玉天皇が退位してその後弟のカルノミコ皇徳天皇の時代になりましたですからこの皇徳天皇この人がまあ一心の変で一番 得をしたと言えばそうなんですよ天皇になれたわけだから後の歴史を知っているならばこの荒徳朝というのも長くは続かずやがて姉の皇玉天皇にもそして中之江の王子にも見放されて荒徳天皇は寂しく亡くなったというふうに言われていますがこの一子の変が終わった時には荒徳天皇はある意味 絶頂だったわけですねですから皇玉皇徳この姉と弟の天皇が認めてそして実行部隊として中野江の王子そして中富の鎌足がいたあとの3人はビビったという6スッポ何もできなかったというこれが一心の変イルカさえ倒しておけば あとはエミシー、お父さんのエミシーだけですよねイルカのお父さんのそして中野江の王子はもう計画段階から兵を十分に用意していましたからそのイルカの亡骸を恵美子のところに届けて実際にもう亡き者にしましたよとだから恵はびっくり仰天ですよねそしてもう兵士も十分にこっちは揃えてありますよ それを見て蝦夷ももはやこれまでと屋敷に火をつけて炎に包まれたこういう一子の変なんですよ。高徳天皇はさっきお話したようにこの後人心を集めることができずやがて 白月の,絵の戦いそして人心の乱このような形で天智天皇天武天皇の時代へと移っていきます。あその前にあのもう一回皇玉天皇が調祖して荒徳さんのあとね「西明天皇」という風に女性の天皇が2回登場するこれ同一人物なんですよ。それを経てそして天智天皇。 天天天武天皇天武皇で朝の時代になっていきます一子の辺7世紀の真ん中日本の歴史が非常に大きく動いたしかも空出た地血にまみれたですから高等の歴史にはこういう事件も実は含まれていてそれをまあ客観的に見ておく。 皇室をある意味で相対化しておくこれは重要なことだろうと私は思っております。血みどろのクーデターそれを天治天皇が自らの手でやってるわけですよそしてそれをそのお母さんの皇玉天皇おじさんの,あの天智天皇から見てねおじさんの皇徳天皇もおそらく了解していたであろう。こんなことが7世紀の真ん中に高頭で 起きていたわけです